これが、弾幕かぶら、だと。うお、前よりさらに綺麗なイラストになってる。タイトル画面の音楽も変わってますね。おお、新曲も実装されてますね。ダンカブ通信でも言ってたやつだな。というわけでどうも、ダンカブを愛し、ダンカブを愛した渋谷だ。愛しすぎだろ、ダンカブに愛されてるんですか。あ、っていうかエッツトラやらなくてもルナ挑戦できるようになってるやん。むずすぎな。まあでも音ゲー下手くそチャンネルで売ってるうちにとっては嬉しいよな。初耳なんですけど。参りましょうか。参りましょうか。というわけで今回やっていくのはレゾナンス私を知らしめるもののルナキック。難易度は25ですね。ダンカブ通信で言ってたけど、この曲は弾幕カブラオリジナルの曲なんですよね。そうですね。まあこの曲についていろいろ喋りたいこともあるんですけど、やっぱりあの件について話しておくべきですよね。まあ、そうだよな。すでにご存知の方がほとんどだとは思いますが、前日のダンカブ通信でダンカブのサービス終了が発表されましたよね。確か10月の28日までだっけか？突然すぎてびっくりしたよ。僕も差しは絶対ないだろうと確信してたから本当に驚きました。今でもあれは夢だったんじゃないかと思ってるくらいです。まあ無理はないよな。差ししそうな雰囲気なんて全くなかったし、それで多分気になってるのはダンカブが終わったとして、その後の活動方針ですよね。それに関して僕の中でははっきり決めています。ほう、何をするんだ？フォートナイト実況者になります。まあさすがに嘘ですけど。ふざけんなちょっと信じちゃっただろうが。ごめんて。真面目に答えると灯籠はやるレコ。単発ゲームなどの今までやってきたものを続けてやっていこうと思います。ほう、でも別の音ゲーをするっていうのも良かったんじゃないか？まあそれも考えたんですけど、僕の目標の一つに東方の良さを広められるような実況者になるっていうのがあるんですよね。だからこれからも東方のゲームを続けていこうと思います。なるほどな。まあうちの音ゲーのプレイを見て参考にしてる人とかほどいないから大丈夫か。そんなわけないだろ。いやそんなわけあるだろ。考えちゃうんですよね。僕がもしもっと面白い動画を作ることができて、映像力があって人をダンカブに呼び込むことができてたらダンカブは差しゅうしなかったんじゃないかって。まあ人口が多ければその分続きやすいだろうしな。まあもう差しゅうすると決まってしまったものはどうしようもないので、31日にリリースされるアルカは何年も続くよう動画投稿をさらに頑張っていきます。そうだな、大好きな東方プロジェクトの公認ゲームだしさらに気合い入れて頑張ろうぜ。はい、というわけで暗い話はここで終わり、まだダンカブも3ヶ月残されてますしね、全力で楽しんでいきますよ。それにダンカブ通信でやってたんですけど、ダイアルコネクテド実装されますからね。昨夜の曲実装してくれてありがとうございます。本当にナイトオブナイツ以来だもんな。しかも次のイベントが夏だ海だ展開ビーチのサマーバカンスっていうのなんですけど、それに昨夜さん出てくるんですよ。だから次昨夜さん実装されるかもしれないんですよ。おい分かったから落ち着け。キモっていろんな方が言ってたんですけど、僕は弾幕かぶら完全に終わるんじゃなくてオフライン化されてほしいんですよね。だってこんなに控えめに言って神みたいな曲がたくさん実装されてるゲームが完全に終わっちゃったらもったいないじゃないですか。そうだよな。せめて実装されてた曲だけでもできたら嬉しいよな。ってことで言いたいことも言ったのでそろそろ普通に実況しますか。今回別の話してたから曲に触れてなかったんですけど、僕この曲大好きだ。透き通るような歌声、めっちゃ綺麗だよな。ダンカブオリジナル曲といえばフォックスバレットだけど、フォックスバレットも名曲だよな。もうサービス終了するゲームのクオリティじゃないんよ。ってことで難易度25だしここまで苦戦せずに来れましたね。ミスりやすいのは途中あった連打の後の青のオフくらいか。あれなかなか脳が学習しなくて青のオフ話しちゃうんですよね。一度ってずっと抜け出すのは難しいしな。そしてここは落ち着いて青のオフをなぞる。まああと難しいところはなさそうですね。最後は綺麗に同時押しでフィニッシュ。オリジナル曲はやっぱ譜面も綺麗だったな。ってことで結果はこんな感じ。今回は珍しく精度良かったな。そして差しゅうまで3ヶ月ですが、ダンカブさんも全力でユーザーを楽しませるよう企画してくれています。いろんな意見があるとは思いますが、皆さんも全力でダンカブを楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。